高松商業高校野球部の横井亮太キャプテンや長尾健司監督など6人が池田知事に大会の抱負を語りました。高松商業は去年秋の四国大会で準優勝し、優勝した高松市の英明とともに春の選抜出場を決めました。選抜出場は4年ぶり28回目で、去年の夏のベスト8を超えるベスト4入りが目標です。粘り強く最後まで諦めず戦い抜く姿勢で、少しでも香川県の皆さんに感動を与えられるようなプレーをしていきたいなというふうに思います。春の選抜高校野球は来月18日開幕で、10日に組み合わせ抽選が行われます。